こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちらアシェットの週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの、90号ですねが届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。はい、でまあいよいよね、残り11号か、になりまして、台座の方は一旦お休みで、また本体の方に戻っていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは90号の作業やっていきましょう。90号はバッテリーボックス、スイッチ、頭部、胸部、外装の取り付けっていうことで、入ってる部品はこんな感じですね。胸部の外装と、あとフレーム、であとまあ配線とか基板とか、その辺がいろいろ入ってます。でこのバッテリーボックスってやつなんですけど、これね、3号についてたやつですね。3号についてたバッテリーボックスを引っ張り出してくるって形になります。これ僕もう完全に存在忘れてて、ちょっと焦ったんですけど、ちゃんと置いてありました。よかったです。はい。そしたらね、これを組んでいくので、まずね、本体をここにドカンと持ってこないとダメなんで、一旦ちょっと片付けて本体を持ってきます。はい。そしたらやっていきましょう。ちょっとね、もう、ちょっとスペース的に自由度がないので、多少見にくいところもあるかもしれませんが、我慢してください。はい、やっていきます。でまずは90の6っていうこの赤黒の配線2本ですね。これをまず用意して、これをね基板に繋いであげます。で繋ぐのがどこ？基板の下に。2本通し、あ、ちょっとねこの説明書がね、もうえぐいぐらい分かりにくいんですけど、この基板の下を通してこっちに抜いてあげた上で、抜いてあげた上で基板のこの横のコネクターに刺すと。これはどっちがどっちでもいいみたいなので、ここに2本刺してあげる。あ、これまあ抜けるんでね、作業しにくかったら抜いた状態でつけちゃう方がいいかもしれないですね。2本刺してあげて、でこの何ピンだ、6ピンのこの配線も出してきて、これをこの反対側のこっちの基板コネクターに差し込む。しょ、こういう形で差し込んだら、次に、このスイッチの、あ違う、先に、バッテリーボックスの配線に、C1 のステッカーを貼る。これでもすぐに繋ぐから別に貼らんでもいいような気もするけどな。で、こっちのスイッチの配線に C2 を貼る。こう貼ってあげたら、まず、この C2 の方ですね、スイッチの配線をこっちの真ん中の方にブスッと刺してあげる。で、このバッテリーボックスの配線をここに、余ってるここに刺してあげると、こういう形ですね。こういう形で刺してあげたら、この配線をこの下に回した状態で基板をまたここに戻してあげると。基板をここに戻してあげて、で
この基板の上にこのバッテリーホルダー、バッテリーホルダーが刺さって、でここにこのバッテリーケースが刺さると。配線はどこ通すんだ、適当でいいのかな。はい、こんな感じで、スイッチの配線どこ通すね。あーちょっ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 、スイッチの配線はどこ通すの、これなんせね、もう説明書がもう半端なく分かりにくいんで、どこ通すの、ここを通したらいいのか、このバッテリーボックスの下を通しといたらいいのかな。はい、こうしておきます。はい、そしたら次のページに行く、次のページに行って、はい、ここで、この頭部ユニットを出してきて、頭部ユニットの裏側はね、ここにさっきのこの6ピンのコードをブスッと刺してあげると。刺してあげたらこれでこの胴体に合体させて、これでネジ止めをしていくんですけど、この六角ですね、六角を使って固定していきます。で、この六角で止めるときに、よ、もう一個ミスがしたかな。六角で止めるときに2箇所だけこの黒いワッシャーを入れる指示があるので、これが、型のスイング軸のところですね、型のスイング軸のところだけこの黒いワッシャーを入れてあげる。ここと、ごめんなさい、ちょっと見えないですけどね、アングル的に。とここに止めてあげる。で他の部分は全部スプリングワッシャーだけですね、入れて締めていきます。ちょっとこれアングル的にね、もう見せれないので、締めてるところが見せれないので、もうここはサクッと飛ばします。はい、で、先のプレート全部ネジ締め終わったら、次この胸部フレーム、胸部フレームに、この基板を取り付けてあげます。で、向き的にはこういう向きですね、もうつくようにしかつかない感じになるんですけど、ここにこう端子が見えるような形でここに左右ついて、で裏からビスで固定します。これでね、ここにコネクターがこうやって出るようになるので、これで、また本体を持ってきます。よっ。はい。あ、ちなみにね。よいしょ。ちなみに、ここ1箇所、ここ1箇所多分もともとやと思うんですけど、ネジがバカになってて、ネジは締めれませんでした。なんでここ1箇所だけネジ入れてないんですけど、まあこんだけ止まってりゃ大丈夫でしょう。はい、というわけでね、これは無視して次の作業に行きます。で本体出してきてあげたら、
この胸部フレームを取り付けていくんですけど、この胸部フレームにさっきのこの赤黒の配線を胸部フレームにつけた基板に挿してあげる。挿してあげて、でさっきのこのスイッチですね、このスイッチも、この胸部フレームのここに取り付け、でここも裏からビスで固定。これ説明書ではこれをここに固定してからこのスイッチをつけるっていう手順で書いてあるんですけど、まあ無理というかやりにくいので先につけちゃった方がいいと思います。なんでここでスイッチを固定してあげる。これってどっかスピーカーって仕込んだっけ、マジンガーってどうだったっけな。今のところスピーカーがないんですよね。ないような気がするんだけどな。はい、そしたら、この配線をねどこに挟んだりしないように気をつけながら、ここにフレームをセットしてあげたら、上からこの銀色のちょっと特殊なネジでねここを固定してあげる。あ、で今僕のやつこれ両腕ついてるじゃないですか。これ説明書ではこれまだ両腕つけてない、つけないんですよ。つけないというかつけてないんですよね、説明書だと。ただちょっとね場所を食いすぎるんで、両腕だけどむちゃくちゃでかいんで場所を取りすぎるから僕はもう勝手につけてます。余った六角ボルトを使ってあげたらもう先につけれるんで、まあこうやってね何本か2本だけねと止めて、両腕つけてます。この方がね保管するときは場所食わないんですよ。なんでこうしてるんですけど、その代わり今こういう作業するときは重くてしゃあないっていうね。はい、さあこれで胸部フレームがついたんで、ここに、胸部外装をつけるんですけど、この時になぜかこの胸部外装をつけるとこの下っ側だけこのワッシャーを入れるように指示があるので、ここにねワッシャーを1枚ずつ入れてあげます。あ、引っかかった。ここ2箇所、上側は入れないんですよ、指示がないんですよ。でワッシャーも3枚しかついてないんで、ここの2箇所にワッシャーを入れたら、ここにこの胸部外装をセットする。にこうはめ込んであげると。そしたら、裏側からこれをネジで固定していくと。なっ、ちょっとでかすぎて裏返すのも大変なんで、せめて1箇所か2箇所ぐらいね止めてからじゃないと裏返すのも大変なので、よいしょ、1本止めたから、裏返してネジを締めると。でこの下側はねかなり奥まった位置にネジがあるので、こううまくうまく入れてあげる。ごめんなさい、僕の後頭部になっちゃいますけど、
入ってるけど、よし、はい、これで胸部走行の取り付けも完了。おもうその辺の子供ぐらいの重さありますからねはい、こんな感じで胸部走行がくっつきました。これでね、ここにあのブレスファイヤーのねやつがバチンってはまるコネクタですね、とここにスイッチですねがつくっていう形になります。こんな感じ。はい、そしたらこれで今回の90号の作業は終了で、次に、次の91号、次の91号では、作業用ブリッジの組み立て位置、腕、背部、外装の取り付けということで、台座にちょろっと作業をするのと、あと腕と背中側の装甲をちゃんと取り付けるっていう形になると思いますので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。